皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。シンガーソングライターの宮島久夫です。今回のテーマは、今の仕事にやりがいを感じてないあなたへ、今の仕事にやりがいを感じてないあなたへ提案です。提案ということで、今日もね、新潟の僕の実家の部屋から動画を撮ってますが、僕の記事で、今の仕事にやりがいを感じないあなたへの提案というのを書きましたが、そのことについて説明の動画を今撮っておりますんでね、説明していきたいと思います。これね、自分で書いときながらね、自分にも言い聞かせてるんですけどね、好きなことを仕事にしない理由は何だとね、そう言われると自分も言われてる気がしますけど、仕事って確かに一日のほとんどを取られるんで、できればなんかね、好きなことをやりたいことをお仕事にしたいですよね。ただいろんな人がいろんなことを言いますね。そんな好きなことで食えるなんて甘いんだよとか、好きなことでも仕事になった瞬間面白くなくなるんだよって言ってる方もいましたね。それを、まあ、いろんな意見があるけど、僕の方にやっぱ好きなことを仕事にするに越したことはないと思うんですよ。もう何年も働いてて、今でに思うのは、あと思うのは、その本当に好きなことを仕事にするための努力をしきってダメだったから諦めてるって人って少ないんじゃないですか。意外ともう最初からそういう努力をしてないっていうか、そんな気がしますよね。まあ僕も偉そうなこと言えないけど、もうその前から諦めてるっていうか、どうせ諦めんならまずね、やるだけのことをやって、どうしてもダメだったらまあ好きじゃないことで我慢するとかでもいいと思うんじゃない。長い人生見たら本当ね、20代の最初とかいろいろ試行錯誤してもいいと思うんですよね。そういう意味で頑張ってまずやりたいことで食えるか、そのための努力をしてみると、そういう時期があってもいいかなと未だにやっぱ思いますね。やりたいことって大きなことだけじゃないか。確かにやりたいことって言ったら、また結構ね、自分やってて思うのは、音楽って誰でも好きじゃないですか。そうすると語弊があるかもしれないけど、みんな音楽を仕事にしたいとか言い出すんですよね。なんて言うんだろう、それもちょっと甘いかなと思うところも僕はありますね。なんか音楽始めたばっかりの人ですぐ音楽で食いたいとか言うじゃないですか。どうなんだろうって。いや、もちろん可能性はゼロじゃないですよ。まあ何だってありですからね。本当に今から始めたって全然それで生計立てられる人もいるでしょうけど、やっぱなんか考えが甘いかなとちょっと思う時あります。例えば今日泳げるようになった人がオリンピックに出たいとか言っても信憑性ないじゃないですか。なんかそれに近いぐらいのね、音楽も最近始めましたね、音楽で食っていきたいですみたいな、すぐそんな簡単に考えちゃってね。音楽ってだから嫌だなって思う時もありますね。他の職種だとどうなんだろう、ある程度自分は他の人より優れてるからそれでプロになりたいとか思うっていうのもありだけど、なんかね、音楽ってなんかみんなが好きだから勘違いしちゃうのかな。ね、なんか自分はなんか音楽であれしたいとかわかんないですけど、もう音楽を嫌いな人ってほとんどいないからね、とりあえずとっかかりなんか自分の身の回りでやりたいことって言ったら音楽とかって思っちゃうのかなと思う時があります。あとはそうですね、大きいことがやりたいことじゃない、だから小さなことでもいいのかっていう、これね、夢を叶える像のっていう本の中でも出てきたんですけど、やっぱ求人見てるとね、東京とかは特にそうかな、こんな仕事もあるんだみたいなのもありますよね。
まあ、本当にすごい大きなことだけじゃなくてもね、自分はなんかこんなのが好きだとか、やっぱ仕事って一日ですごい時間取られるから、本当ねつまんないことずっとね時間かけて人生終わるのも悲しいですよね。だったらこんな仕事もあるんだっていうのも、あ、じゃあこっちの方がまだいいよとかね、そういう風に探してみるのもいい手かなと。そういう意味で求人の雑誌を見てみるのもいいんじゃないですかね。やりたいことって、皆さんやりたいことっていくつもありますよね。その中の一個でもいいんじゃないですか。これじゃなきゃダメだとか、そう思う。音楽とかって言ってもみんな結構やめたりもしますからね。はぁ、みたいな、そんなもんなのかよとか思う時もありますけど、まあ僕は他にあんま何も特技がないから音楽やってるっていうのもありますけど、まあそういった感じでもう一度ね、いやいやいや仕事やってもいいんですか、それともちょっと見直してみますかっていうことをちょっと提案してみました。じゃあ最後の挨拶、最後までご視聴いただきありがとうございました。すいません、去年まで猿だったんですよ、知ってます？知らねえか。もうかなり、それ知ってたらかなりね僕のファンですよ、あなたも。にゃんこスター、ありがとうございました。最後まで視聴いただきありがとうございました。宮島久雄です。今ですね、僕の最新アルバムハートストリングスの12曲を、メルマガ登録していただいた方に、無料で差し上げることをやっております。ぜひメルマガ登録してください。いろんな最新情報やね、あの制作秘話などもね随時メールしております、メールしてますので、よろしくお願いします。スマホの方は動画の右下のところ、下三角をポチッと押してもらうと、2行目に URL が出てきますので、そこをクリックしていただくとメルマガ登録ページに飛びます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。